特定個人情報保護評価とは、番号法の枠組みの下での制度上の保護措置の一つで、特定個人情報ファイルを所有しようとするまたは、保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる。 ことを宣言するものである。5. 特定個人情報保護評価制度を導入するに、あたって、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報保護評価指針を作成及び、公表する。また、評価実施期間は、規則第15条の規定に基づき、直近の特定個人情報保護評価書を、公表してから5年を経過する前に、 特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるものとする。7特定個人情報保護評価は番号制度に対する懸念、例えば国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡、突合、財産その他の被害等を踏まえた制度上の保護措置の一つであり、目的は次の2点である。45事前対応により、 個人のプライバシー等権利利益侵害を未然に防止する国民、住民の信頼を確保する関連法の説明特定個人情報の管理の適正確保という基本理念を具体化するため特定個人情報保護評価の法的根拠は番号法第26条及び第27条に定められている。5。また番号法36条では内閣府の外局の委員会として 特定個人情報保護委員会を設置するとし、番号法57条では、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報保護委員会規則を制定することができる、旨を定めている。6。特定個人情報は、個人番号を含むため、個人番号を検索キーとした、不正な個人情報の称号等を行われる恐れがあり、その適正な扱いを確保する。 必要性が特に大きいと考えられている。そこで番号法では特定個人情報保護評価制度の導入を定めている。番号法第26条では特定個人情報保護委員会が特定個人情報の漏えい、その他事態の発生を抑止し特定個人情報を適切に管理するための装置を定めた指針を作成、公表することとしている。また、 個人情報保護に関する技術の進歩や国際的な動向を踏まえ3年ごとに指針を再検討し必要な見直しを行うことを定めている11校では特定個人情報保護評価制度を導入するにあたって統一的な基準を設け各実施者によって評価の進度にばらつきを設けず統一的、効率的、実効的な評価制度とするために 特定個人情報保護委員会が特定個人情報保護評価指針を作成及び公表することとしている。6。2項ではプライバシーは社会の変容により変化しうる概念であり、またプライバシーを保護するための技術も日進月歩で進化することが予想され、プライバシー保護のための技術が向上すれば、プライバシーへの影響を抑止するための措置も大きく、 変わることが予想される。また、特定個人情報保護委員会が情報保護評価を実施していくにあたって、諸外国のプライバシー影響評価を踏まえ、国際的レベルの評価を行っていくことで、日本の政府や企業における個人情報保護について国際的信頼を獲得することができるものと考えられる。このようなことから情報保護評価の制度の重要な基礎となる。 情報保護評価のための指針について、必要な見直しを行うこととするものである。6. 番号法27条では、特定個人情報を取り扱う前に、個人の権利利益に与える影響を評価し、その影響を軽減する措置をあらかじめ講ずるために、特定個人保護評価の実施について規定している。評価実施対象者としての行政機関の長、地方公共団体の機関等は、 その公的性格に鑑み、プライバシー保護の取り組みについて、各実施機関自ら宣言し、国民の信頼を確保することが求められている。1。特定個人情報保護評価の実施主体は、行政機関の長地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構の、 うち特定個人情報ファイルを保有しようとするもの、または保有するものとされる。なお、評価実施機関の単位のうち、地方公共団体の機関では、執行機関に、都道府県知事、市町村長、教育委員会、公安委員会等が、執行機関の付属機関に、審査会、審議会等が、その他では、議会が含まれており、これらが評価の実施主体となる。 またその他、いわゆる民間の組織では、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携を行う事業者のうち、特定個人情報ファイルを保有しようとするものまたは所有するものとされている評価実施機関は、下記となる。評価の実施主体国の行政機関の、長地方公共団体の長その他の、機関独立行政法人、当地法独立行政法人地方、 公共団体情報システム気候情報ネットワークを使用した情報連携を行う事業者評価対象式位置判断式位置判断では特定個人情報の取扱い状況に応じて評価の実施を比及び評価が必要な事務においては以降の評価の重み付けを定義する式位置判断基準式位置の判断にあたっては以下の指標及び基準が採用される 式位判断の指標式位置判断の基準実施後の手続き特定個人情報ファイルの取り扱いに重要な変更を加えようとするとき、または特定個人情報に関する重大事故の発生等により式位置判断の結果が変わり新たに重点項目評価または全項目評価を実施するものと判断されたときは特定個人保護評価を再実施。 少なくとも1年に1回は評価書の見直しを行うよう努め、その他の変更が生じたときは評価書を修正。一定期間経過前に特定個人情報保護評価を再実施するよう努める。4。式一判断の結果に従い、評価実施期間は特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成し、 特定個人情報保護委員会に提出する。特定個人情報保護評価書の記載事項を補足的に説明する資料を作成している場合は、必要に応じて報告書に添付する。評価書の種類基礎項目評価書重点項目評価書全項目評価書提出方法基礎項目評価書重点項目評価書全項目評価書,評価書特定個人情報保護委員会は、 番号法において内閣府の外局の委員会として設置された第三者機関である。全項目評価の承認に際し、適合性及び妥当性の二つの観点の審査を行う。適合性は適切な実施主体による実施、適切な時期、項目記載などが合法的か確認し、妥当性は事務の内容の具体性、リスクの特定、リスクへの対策が 技術的に適正化確認する。委員会は、全項目評価の審査の結果、必要と認めるときに指導助言、勧告、命令等を行い、報告書の再提出、是正を求める。第三者点検を実施するにあたり、地方公共団体等は、点検委員会を組織する必要がある。指針では、原則として、地方公共団体等が、条例に基づき設置した。 個人情報保護審議会または個人情報保護審査会が第三者点検を実施することとされているが、前日の専門性を有する者がいない等、審議会等による点検が困難な場合は、審議会等に外部の専門家を追加する、または外部の専門家で構成する点検委員会を組織するなどして専門性を確保する。指針への適合性や、 評価内容の妥当性を担保し得る専門性や評価対象事務やシステムに関する利害関係に対し中立性を確保できるかという観点から点検委員会の組織形態を決定する17特定個人情報保護評価について特定個人情報保護指針では特定個人情報保護評価は諸外国で採用されているプライバシー影響評価に相当するものであり 評価実施機関が自らの取り組みについて積極的、体系的に検討し評価することが期待されている。とされている7。そこで以下表にプライバシー影響評価と特定個人情報保護評価の比較を示す。プライバシー影響評価における評価主体は中立性、専門性のある第三者組織を要求される。一方、 特定個人情報保護評価はシステム構築運用する組織による自己評価となっている。国の資料によれば特定個人情報保護評価の実施主体は評価実施機関であり特定個人情報保護評価の内容を決定するのは評価実施機関です。とある5。評価を実施する評価者の能力もプライバシー。 影響評価の国際基準規格 ISO22307 では明確に義務付けられているが特定個人情報保護評価では定められていない。プライバシー影響評価は国により実施根拠が異なる。米国や韓国は個別法により規定されている。一方、カナダ、オーストラリアなどの英国連邦の国々はプライバシーコミッショナー制度のもとガイドラインに基づき実施している。 1. 1特定個人情報保護評価は番号法第27条で実施を義務付けられている。プライバシー影響評価は個人情報を扱うシステムについて実施する。1. 一方、特定個人情報保護評価は事務に対し実施し、システムではないという記述がある。主事の資料が発行されており、記述内容も不明確であるが事務について実施する。 一例として、国の資料によれば、特定個人情報保護評価の対象は、システムやサーバそのものでなく、それらを用いて、特定個人情報ファイルを取り扱う事務である。このため、システムやサーバ単独で評価するのではなく、事務に対し評価を行うとある。5。プライバシー影響評価は、システムを構築回収前に実施し、評価が適正な場合、 システム構築が許可される。1。特定個人情報保護評価も同様にシステム構築前に実施されるが5年ごとに再評価が義務付けられている。7。つまり運用に監視評価を実施する。プライバシー影響評価は一般的に公的なシステムに対し実施したものはプライバシーコミッショナーなどの内容確認後に公開される。一方、民間の場合は非公開が 一般的である。特定個人情報保護評価の報告書は、工事が法的に義務付けられているが、国の資料によれば、特定個人情報保護評価の実施主体は、評価実施機関であり、特定個人情報保護評価の内容を決定するのは、評価実施機関です。第三者点検は、具体的な議論の内容は、各評価実施機関の判断で委ねられています。とある、 プライバシー影響評価では、報告書は中立な専門家が、情報セキュリティ監査報告書に準じた書式に則り、簡潔に事実と評価結果をまとめる。特定個人情報保護評価では、行政機関や地方自治体の職員が指定された書式、リスク項目に則り記述する。以上に示すように、評価の対象、評価の趣旨などが、プライバシー影響評価と、 かなり異なるものであり、特定個人情報保護評価は、プライバシー影響評価とは別の日本独自の制度と捉える必要がある。1、ありがとうございます。